15年も離れていたのだ。久しぶりというよりもはや異国だな。だがここには彼女がいる。愛すべき俺の小鳥が。そしてブラックカードが動き出したのであれば、もう後に戻ることはできぬ。その黒い封筒は君への招待状だ。ようやく会えたな。俺のことはどうかケイと呼んでくれ。君を迎えに来た。君が俺を警戒するのも無駄なるかな。今は無理強いもできまい。いつでも俺の元に来るがいい。いつでも君を迎えよう。ではまた後で。ごめんなさい、ぶつかっちゃった。痛かったですよね。病院行きましょう。遠慮なんてしないで、ほら早く。逃げるな。待て、ちょっと何やってんのバカ。絶対に逃がさないで。だから言っただろ、君は俺の元に来ると。かくまおうか、それとも直接対決がお好みか。君がそう望むなら。ではこちらへ。どこに逃げやがった。ねえまずいよ、この辺はヤバいって。よその島だし。踏み込まなきゃ平気だって。さっさと行くよ。ちょっと待ってよ。凶悪そうな連中であったな。逃げてきたのは軽眼と言える。走り回って疲れただろう。休息をとっていけ。さあ入るがいい。ようこそショーレストランスターレスへ。君を迎えることができて大変嬉しく思っている。ここは君のための店だ。君を守るためにある。こちらへ。その席に座るがいい。やはり君が座るのが一番しっくりくるな。この店のすべては君のためにあつらえた。気に入ってもらえればよいのだ。戻ってきたのか。逃げたかと思ってたぜ、ケイ。なんだよそいつ。あんたの女？いいとこ見せてえの？ダセ。